さあフリーになりました。高木義明右足でコントロール、そして藤原後ろにフリーになった。高木のクロス正面に来た、オーバーヘッド、先制アルビレックス新潟。立ち上がりの8分決めたのはまたも矢村、すごいですね。いやー見事なオーバーヘッド、これで矢村2試合連発。やはりこのシュートのね、思い切りの良さ。いやー高木義明は